アルテミジア・ジェンティレスキによる、スザンナと長老たちスザンナはプロテスタントからは、転居が疑わしいと考えられているが、カトリック教会及び、正教会によってダニエル書き第13章に、加えられた、ダニエル書きホイの3つの短編のうちの1つである。イングランド国教会における39、新仰歌条では、第6箇条に記載されているが正式な教典とは、見なさないとしている。 ユダヤ教では、道徳的な物語と認めてはいるが、棚ハには加えられていない。この物語では、正当な、ヘブライ人の人妻が、性欲を持て余した覗き屋によって、いわれのない告発をされる。人払いをして、庭で水浴する、美しいスザンナを二人の高職な長老たちが、密かに見つめていた。彼女が家へ戻ろうとしたとき、長老たちは、 彼女の前に立ちはだかり、我々と関係しなければ、お前が庭で青年と密会していたと告発すると、言って脅迫した。スザンナはこれを拒絶したために脅迫通り逮捕され、ダニエルという青年がことを唱えた時には混乱の、うちに死罪に処されようとしていた。ダニエルが二人の長老から別々に詳細を尋ねると、スザンナがその下で恋人に会っていたと主張する機能。 名前が一致しなかった。一人目は彼らが入校樹の下にいたと言い、二人目は歌詞の木の下にいたと主張した。入校樹と歌詞では大きさに著しい違いがあり、長老たちが虚偽の証言をしていることはその場の誰の目から見ても明白であった。不正な告発者は処刑され、美徳が勝利を収めた。グエルチーノによる スザンナと長老たちギリシャ語のテキストにおけるダニエルの反対尋問の下りには長老たちが語った木の名前と切る切り倒すをかけたダジャレが含まれておりこれはこの短編がヘブライ語やアラム語のテキストには存在しなかったことの証明として挙げられたしかしダジャレに使用された単語は言語においても十分に響きが似通っていると主張する研究者もいるアンカーバイブルは言うと ヒュー、そして、クローブと、クリーブを用いて英語に置き換えている。また他の研究者は、ダジャレは、ギリシアの翻訳者によって書き加えられたもので、原書には存在しなかったと主張する。ギリシア語のテキストは2種類が残存している。70人分けは、キー辞写本でのみ見られる。テオドティオン版は、ローマカトリック教会の聖書で見ることができる。これらは、 ダニエル書の部分と考えられ、旧約聖書広本のダニエル書の冒頭に置かれた。ヒエロニムスは、この物語を、ヘブライ語聖書で見つけることができないという指摘とともに、ダニエル書の最後に置いた。セクトゥス・ユリウス・アフリカヌスは、これを除外した。ヒエロニムスはブルガータを翻訳する際、この節を聖典には含まれない空話とみなした。彼の序論では、スザンナは、 ダニエル書の原書のように、ヘブライ語で書かれず、ギリシア語で書かれているため、聖典として認められない、追加文書であると指摘されている。オリゲネスはこれを外典ではなく、何らかのユダヤの監修により陰徳されたものと見ている。古い時代には物語に対する、ユダヤ人による言及が、全く存在しない。ジャンバティスト・サンテールによる、 水浴のスザンナこの物語は1500年頃から数多くの絵画に描かれてきた。著名な裸体の女性の絵を依頼されたためという可能性は少なからずある。物語を強調した構図もあれば、ラフに焦点を当てた作品も存在する。例えば、フランチェスコ・アイエツによる19世紀の作品には、長老たちは全く描かれていない。スザンナは、ウォーレス・スティーブンズによる、死。 ピアノを弾くピーター・クインスの主題となっている。この詩は、アメリカの作曲家、ドミニク・アージェントとカナダのジェラード・バーグにより曲を付けられた。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは1749年に、英語のオラトリオ、スザンナを書いた。カーライル・フロイドにより書かれた20世紀の、アメリカ合衆国南部を舞台とするアメリカのオペラ、スザンナもこの物語に着想を得ている。 ただしハッピーエンドではなく、長老は実際にスザンナを誘惑する偽善的な旅の伝道者に置き換わっている。ありがとうございます。